はい、どうもゆうとです。今回はですね、今行われているスターロードの累計報酬、S ランクベストネイン&タイトルホルダー契約書、括弧第3弾の方をゲットしていこうと思います。累計スターポイントなんですけど、1、10、100、1000万、10万、100万か。120万ポイントでこちらゲットできますんで、まあ多分あと1人クリアすればゲットできると思うんで、ラスト1人やっていこうと思います。レッツラゴー。それではね、スターロードやっていく前に少し見てもらいたいんですけど、あと2日と1時間あります。まあ、ですので、今回のこのスターロードっていうイベントも、エナジー消費なしでクリアできるイベントなんじゃないかなと思います。なので皆さんもね、できるだけエナジー使わずにクリアしてみてください。じゃあ報酬一覧ね、ちょっと見てもらうんですけど、まあ投手クリア人数8人と、野手クリア人数8人は、クリアしてます。はい。まあ、あとはね、累計報酬の、こちらね、S ランクベストナイン&タイトルホルダー契約書括弧第3弾を、ゲットすればっていうところまで来てますんで、今回こちらをゲットしていこうかなと思います。まあ、イベントオーダーなんですけど、いつものね、通常オーダーでやってる時と同じ感じですね。で、この DH 今大谷選手入れてやったんですけど、ここに毎回、その時スターロードで使う選手が入って、やってる感じです。まあ、あとは、ちょっとオーダー自体がやはり弱いんで、イベント説明に書いてあるかな。ステージ7で10月、まあ、日本一決定戦があるんですけど、ここまではね、いけるんですけど、ここでね、自分は打ってるけど、試合に負けちゃう時があるんですよ。ちょっとイベントオーダーが、弱いっていうので。最強の正面まではいけない時が多々あったんですけど、それでもね、全然余裕でクリアできる感じなんで、まあ自分はちょっと育成もしながら、このスターロードをやってきたっていう感じです。じゃあ、早速、ラスト1人クリアすれば、多分報酬がゲットできるってとこまで来てますんで、ラスト1人やっていきます。じゃあ今回は、この前ゲットした、じゃあ柳田選手で、いきます。まあ、柳田選手ね、まだレベルがマックスじゃないんで、あれですけど、これのね、選手ボーナスとかもあるじゃないですか。こちらね、柳田選手、選手ボーナスプラス 10% って書いてあるんですけど、この選手ボーナスとかも意識しながら一応やっていきました。まあ、これね、正直、意識した方がポイント貯まるのかもしれないですけど、活躍できる選手を使ってた方が貯まるかもしれないんで、そこまで意識しなくてもいいのかなと思います。はい、それではね、早速試合やっていきます。どうだろう。レベルがまだマックスじゃないんですけど、じゃあホームラン狙いますでやっていきます。前ね、スターロードの動画上げた時に、打率10割いきましたっていう人が結構いたんで、できるのかなと思って、さっきね、大谷選手やったんですけど、一個だけ打ち損ねて、打率がね、9割後半でね、10割打てなかったんですよ。なんでこの柳田選手でね、10割狙って頑張ろうと思います。とりあえず打率重視。よし。打率重視だけど、さっきホームラン狙いますってやっちゃったから、ホームランも狙っていかないといけないんですね。よし、来たー。いいよ、いいよ。まあ、ここからも打率重視。もう甘い球だけをね、狙って、際どいとこ打っちゃうとね。よし、危ねえ、ファーストライナーかと思ったー。危ない、危ない。今んとこいいよ。ああ、打てばよかった。うわあ、やばいぞ。追い込まれた。よしよし、危ねえ。まあいいよ、オッケー。とりあえずここはね、5打数5安打で終わっときたい。
超えろ超えろ超えろ、よっしゃー。てことで1試合目は5打数5安打ですね。ホームラン1本、まあなかなかいい滑り出し。まあ打率10割目指すんだったら本当に狙ったボールだけを打つっていうか、甘い球だけを狙っていかないとっていう感じでしょうね、多分。まあだから無理に難しい球を打ちに行かなければ10割近くは狙っていけんのかもしれない。どうしよう、ホームラン狙うと打率下がる気がするけども、でもホームラン狙いますで行きます。まあ目標は打率10割なんで頑張ります。よーし、おー、ホームラン打ってた。いいぞ。お、集中集中。こういうところ打たない方がいいよね。あー、これ迷うんだよな。これ、神がついてんじゃない今の。今のマジラッキー、マジラッキー。うわ、焦った今。いきなりやられたかと思った。よしよし。よっしゃー、いいよー、オッケーオッケー。よしよしよし。いいよいいよ。もうツーシームちょっと怖いんだよな。いや、危ねえ、やぶねえやぶねえ。柳田シフトにやられるとこだった今。これラスト打席かな、最後の打席っぽいよね。しっかりここ打とう。うわ、宮西選手ちょっと嫌だ。あるか。最悪だ。うわ、あれ打っちゃダメだった？ミスったー。打率10割の夢途絶える。うわー、せっかく神に助けられたのにな。やっぱね、打率10割って結構むずいと思うんだよね。意外とたまに打ち損ねちゃう気がするんだけど、そんなことない？マジか、やっちまったな。うわー、ミスったな、今のもったいない。うわー、打率10割ってむずいな。よし、まあでもこっからは、こっから打率10割目指そう。まあこっから打率10割目指すってのもちょっとおかしいけど。よし、はい、オッケー。オッケーオッケー。いやー、そこは打てないでしょ。しゃー、いいねー。やっぱり柳田選手は打ちやすいね。うん、まだレベル、だってレベルまだ50もなってないし、40何歩だったと思うんだけど、全然打てる。どうだろう。まあ、際どいからね、ああいうのは。うわ、うわ、やばいぞ。甘いとこ来い。おーし、オッケーオッケーオッケー。危ない危ない。ああいう打球ちょっと怖いよね。セカンドライナーかと思った。よしよしよし、行こう。集中集中。際どいな。よし。うわ、入ってんの？よし、うわー、よかった。柳田シフトに助けられた、今の。
よし。あの宮西選手の打席がすげえ後悔だな。ツーシーム嫌だ。あー打てばよかった。よし。あ、最悪だ。マジか。打率10割むずくない？マジ？みんな打率10割ってそんなできるもん？よし、じゃあオールスターか。オールスター。よし。へい。やっぱホームラン打ちやすいよね、柳田選手。ちょっと詰まったかなと思って持ってってくれるからね。うえ。あ、ミスった。やー。やばい。やばいやばい。うわ、今のマジもったいねー。超えろ。よしよし、危ない危ない。うわ、打率めっちゃ下がったなー。よーし。いやー、毎試合1打席打ち損ねてるのがちょっともったいないなー。いやー悔しいな。でもまあ毎試合ホームラン打ってんのかな。今ホームラン5本か。まあ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 。いや打率10割むずいな本当に。みんなできてんのマジで。やばい、試合に勝てない。あー、ここでピッチャー菅野選手っていうのがまた嫌だよな。いやー、どうだ。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。 OKOK。 うわー、とりあえず展開していかないとな。よー、あぶねえ。ああいう球打っちゃダメか。まずホームラン打たなきゃいけないんだな、そういえば。ああ、ミスったな。ホームラン打てんな。よし、試合負けるぞ。3点差。しかもランナーおるとこで回ってこないっていう。うわぁ、今のなぁ、打てばよかったかな。よしよし。こうナックルカーブが嫌だ。いったろ！おっしゃぁ！毎試合ホームラン打ってない？なんだかんだ。うわ、試合負けた。試合負けんだよな、たまに。やっぱりちょっとイベントオーダーが弱いと、負けちゃう時があります。ということで、ちょっとスタミナの方が、切れちゃったというかね、減っちゃったんで、一回スタミナが回復するのを待とうかなと思います。一応今23打数20安打、打率8割7分、打点9。打点が少ないな、意外と。で、ホームラン数6本、っていうことですね。まあ、多分打点とかっていうのがちょっとイベントオーダーが弱いんで、あんまりね、チャンスで回ってきてないっていうところもあるかもしれない。一旦ちょっとスタミナ回復するまで待機しようと思います。それではね、スタミナが回復したんで、残り2試合やっていきます。じゃあ2打点以上稼ぎますで。そうだなぁ、じゃあこっから、
何を目標にやっていこう。まあでも、そうですね、こっから、全打席ヒット。少なくとも全打席ヒットを狙ってやっていきます。おお、マジか。よしよし。よっしゃー、いったろー。オッケー。いいよ、ナイバッティン。よしよし。オッケーオッケー、危ねえ危ねえ。はい、ナイバッティン。へえ、いいね。打率9割とかいけるかな。せめて打率9割には乗したいな。よーし。ここで打って次の試合全打席打てば9割乗るかもしれない。うおー、打てばよかったか。いけー、よっしゃー、ナイバッティン。うん、これは9割狙えるかもしれない打率。まあ、全打席打つのと、とりあえず試合に勝って、最強の証明まで行きたいですね。ジョンソン選手か。打率9割の夢が終わりました。まあ最悪、打率9割も打てねえのかよ。うわー、あのチェンジアップ地味に嫌だな。ほらー、よし、オッケー。うわー、でもなー、もう無理だな。9割は 100% 無理だな。とりあえずもうホームラン量産、あと試合に勝つ。おぉ、カットミルか。よーし、二人帰れ、二人帰れ。よしよしよし。あー、危ねえ。よっしゃ。ラストかな？ラスト打席でしょ、これが。ホームランで終わりたい。うわぁ。終わり方悪い。まあまあ、いいや。優勝したから。いや、ほんま、打率10割打っとる人ってすげえなって思うけどな。それ成績としては33打数28安打、打率8割4分8厘、打点16、ホームラン9本です。じゃあこの最強の証明で、ポイントを稼いで S ランク、ベスト9&タイトルホルダーの契約書をゲットしたいなと思います。ゲットできんのかな？足りるかな？際どいよな。あ、落ちろ。ああ、ダメだ。うわあ。
やばい。よし。ああ。マジか。ホームラン打て、ホームラン。これゲットできんのかな。めっちゃ際どいよね。おお、ゲット。よかった、ゲット。一個前にやったね、この大谷選手。この大谷選手が33打数32安打で、打率9割7分0厘だったんですよ。一本だけ打ち損ねてしまったという感じなんですけど、もしかしたら10割っていうのは可能かもしれないんで、次回は打率10割目指して頑張ろうと思います。はい、ということで、S ランクベスト9&タイトルホルダー契約書、括弧第3弾ゲットすることができました。まあ、今回柳田選手でね、打率10割目指したんですけど、なかなか難しいっすね。コメントとかで結構10割いったっていう人多かったんで、いけんのかなって思うんですけど、未だにできないっす。まあ、最後ね、ちょっと見てもらったんですけど、大谷選手でめっちゃもう、打率だけ重視しても、1個打ち損ねてしまってね、打率10割届かずという感じなんですけど、また機会があればね、打率10割目指してもう一回やってみようかなと思います。まあ、今回ゲットした S ランクベスト9&タイトルホルダーの契約書なんですけど、ちょっとこちらの動画が長くなりすぎてしまったんで、次回、まあ多分明日上がると思うんですけど、次回の動画で、引いていこうかなと思います。ということで、これからもプロスペース頑張っていきましょう。ありがとうございました。